度はドレスローザかよ。くそ、いつまで俺たちをこんなところに閉じ込めておくつもりだ。いつまで続くのかしら。今度もやっぱりねえな、メモリアキューブ。そうね、ここにあったはずだもの。まずは手がかりを探すしかねえな。根本的な脱出方法が見つかればいいんだけど。ここでその方法を見つけりゃいい。今度あのリムみたいな娘が現れたらとっ捕まえる。とにかく進むしかないわね。今までと同じように。ここが記憶と違うドレスローザならもうやることは分かっているわ。記憶と違う状況、その元凶になっている人物を探し出して、そいつから黒いキューブを奪う。いつまでキューブ探しすりゃいいんだよ。ここで文句垂れてても仕方ねえだろう。今度こそ箱探しは最後だ。絶対抜け出してやる。まずはこの町で何が起きているのかを調べましょう。記憶と違うことを探すのか、ナミさん。そう、それが黒いキューブを見つける手がかりになるわ。町中荒れ放題だが、鳥かごは消えている。ドフラミンゴの野郎はどうなった。さあな。それにしても一っ子一人いやしねえな。町中どこにも鳥かごで切られた跡はねえ。鳥かごを使う前に決着したか、使うまでもなかったか。とにかく今は誰かいねえか探そうぜ。あら、あの猫、何か知ってるかもしれないわね。チョッパー、聞いてみてくれる？わかった。なあお前、ここで何があったか教えてくれ。にゃ地面がドーン、岩がバーン、怖くてにゃーって言ってる。地面がドーン、岩がバーン、どういうことでしょう。あの岩石野郎が暴れ回ったか。ピーカ、ありえるな。町のみんなはどこに行ったんだ。にゃーにゃー。新王の大地とコリーダコロシアムの方だな。ドフラミンゴがどうなっているかわからない以上、新王の大地に近づくのは得策じゃないわね。だがよ、アラバスタじゃクロコダイル、ウォーターセブンじゃルッチの野郎が黒キューブを持っていたぜ。ならこのメモリアのドレスローザから出るにゃ、ドフラミンゴの野郎とことを構えることになるんじゃねえか。そうかもしれない。でもまだ何とも言えないわ。もっと情報が必要よ。やるわよ。
やっぱり動かねえ。レベッカちゃんがやってた方法でもダメか？ダメだな。やってみたが反応がねえ。あなたたち、この上に行きたいの？誰？世はまさに大クイズ時代。ん？どこかで聞いたフレーズだな。私の名はゾーナ。悩める者たちよ、私のクイズに答えることができれば道を示そう。ゾーナちゃん？誰だ？メモリアの行く先々でクイズ出してきた家族だよ。ああ、いたな、そんなのが。だが、こいつは知らねえな。また別のゾーナか？道を示すって言ってたわよね。私たち、このリフトの鍵を探してるの。クイズに答えたら、鍵のありかを教えてくれる？ええ、もちろん。すべて答えられたらね。肉もくれるのか？え？いや、食べ物はちょっと。ちょっと。わかった。困ったものです。
やるわよ。任せとけ。やれやれですね。
どういうことだ？おいおい、お前ら、ほはは、うおられたわね。でも十分よ。じゃあ鍵のありかを。悪いわね。時間は十分稼げたわ。海兵さん、ここよ。ここに海賊が。七部海のトラファルガー様を狙う海賊がいるわ。お前らは。シャボンディ諸島で壊滅したはずの麦わらの一味。壊滅？俺たちが壊滅なんかするはずねえだろう。ご情報か。まあいい、今度こそ年貢の納め時だ。準備できてるな。ギャッホース、ゴムゴムのキングコング、いつでもいいぞ。三刀流黒上大竜巻、これからだ。高くつくわよ。覚悟しなさい。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード、
からだ。くそ、てめえら。まだまだ。よし、かかってこい。やってやろうぜ。準備はいいか、おめえら。いいぞ。黒帝フランキー乱れ星ロゼオミチダクオラディカルビーム。これからだ。まだ行くぞ。まずい。やってやる。ゆっくりと相手する時間はねえ。覚悟しろよ。おいおい、俺に任せろ。煉獄鬼級。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。俺はまだまだ強くなる。目指すは世界一の大剣豪だ。私の予報は百発百中、決して外さないわ。このキャプテンウソップに不可能などない。マリモの奴には負けぬ。俺強くなった気がする。でももっと強くなるんだ。力が戻ってくるのがわかるわ。よし、引退完了。こうしてコツコツ成長していきますよ、骨だけに。ま、こんなもんね。クイズにはちゃんと答えたわよ。さあ、鍵のありかを教えて。トラファルガー様の邪魔をする海賊をこの上には行かせない。トラオは友達だ。邪魔なんてするわけねえだろ。誰よトラオって。あ、ゾウナみんないるぞ。あっちとこっちとそことそこだ。なんで。私たちゾウナが隠れていることになぜ気がついたんだ。あんたたちとはいろいろあったのよ。それよりあなた、次女？病気だって聞いた気がするけど。え？どうして私の病気のことを。じゃあ、もしかして本当にトラファルガー様の仲間？だからそう言ってるだろう。トラオは友達だ。トラオ、さっきからトラファルガー様のことをなんて呼び方で。トラオ君、ずいぶん敬ってるみたいね。どんな事情があるのかしら。どうやらトラファルガー様の敵ではないみたいだし。わかりました、ご説明します。そうだったの。国王ドフラミンゴを狙ってこの国に来たトラファルガー様たちは、国外に出ていた国王の帰りを待ってしばらくこの町に潜伏されていました。その時に隠れ家を用意したのがあなたたちゾウナ家だったと。
はい、何度かこの国の状況を探りに来られていた際にも潜伏場所を提供しておりました。そしてトラファルガー様は仮を作りたくないと言いながら娘の病気を治してくださったのです。今トラ君はこの上にいるのかしら。はい、ドフラミンゴ国王と決着をつけると言って上がっていかれて、どうなったのか。誰もあげるなと言われてましたので鍵を隠しておりました。トラファルガー様の友達なら助けに行ってあげて。鍵はここに。わかった、鍵ありがとうな。行くぞ、トラオのところに。じゃねえな、ビビらせんじゃねえ。そこどけ、俺たちは一刻も早くここから逃げなきゃいけねえ。おい、上で何があった。とんでもねえことさ。この国の国王にして桜花七部会の大海賊ドン・キホーテ・ド・フラミンゴがやられちまったんだよ。数日前ドフラミンゴの首を取ると言って現れた海賊がその言葉の通りドフラミンゴを倒しちまったのさ。トラファルガーローン。そう、桜花七部会の一人トラファルガーローだ。ドンキホーテファミリーの幹部たちもみんなやられちまった。あいつのせいでこの国は大混乱さ。それでお前らは大急ぎで逃げてると。そうだ、ここにはじきに海軍が来る。俺たちは逃げるしかねえのさ。アバよ。トラオが一人でドフラミンゴを倒しちまったってことか。やるな、トラオ。何のんきなこと言ってるのよ。よく考えてみなさい。現実でも確かにトラオ君はドフラミンゴを倒そうとしていたわ。でも彼は自分とドフラミンゴの力の差を認識していた。だから私たちと同盟を組み策を講じて倒そうとしていたのよ。それなのに一人でドフラミンゴを倒しちまった。ドフラミンゴはトラオ君が一人で倒せるような相手ではなかったはず。つまりトラオが黒いキューブを手にしてそれだけの力を持ったってことか。ええ、私たちの記憶との相違点はトラファルガーローによるドフラミンゴ討伐よ。トラオ君が黒いキューブを持っている可能性が高いわ。じゃあトラオさんに会いに行かないといけませんね。よし、じゃあトラオに会いに行くぞ。Thank you.
はあ、大丈夫だよな。なあ、あら、え、よう、さてどうするかい。てめえ、許せねえ。やれやれ、いやはや、行くぞ。刀がうずく。三刀流黒上大竜巻。まだだ。まだだ。腕が鳴るぜ。よし、行くぞ、お前ら。サンダーボルト、テンポ！私の番のようね。ドスフルール。グラップ。これからだ。行くぞ。俺についてこい。よし、任せろ。ギラッフォース！ゴムゴムの！キングコングか！くそ！みんな、用意はいいかしら？そっちか。危機急騰流アシュラ一無銀。俺の方が強い、それだけだ。やったー。
なんだ？違うわ。え？肉！なんでだよ。おい、お前ら。そうね。あいつ、待て！捕まえるぞ。待ちやがれ！どこ行きやがった。出たり消えたりしやがって、お化けなんじゃねえか。おい、黒いキューブだ。どうしてこんなところに落ちていやがる。なんでこっちに。君はスリラーマークの。ミホーク、なんでこいつらがここで出てくるんだ。問答無用ってことか。上等だ。所詮偽者を、ここで斬る。今の力を試すにはうってつけだな。
私は準備できてるわよ。私の番のようね。くらえ！楽しませてくれよ。てめえ。手強いわね。みんな気をつけて。三刀流奥義一大三千大戦世界。少々見くびっていたようだ。世の広さを知るがいい。全力でいきますよ。手強いわね。みんな気をつけて。ミルフルールヒガンテスコマーノスパンク。ゴーストの恐ろしさは食らいやがれ。トクホロプレズム。いくぞ。まずいまずい。ここで会えたのも何かの奇跡。どういうこと？もう、こんなの聞いてないわよ。よし行くぞ。お前ら煉獄鬼気。ゴーストの恐ろしさを分からせてやる。オチエントフルールクロトラマーノ。この黒刀から逃れる術はないぞ。見てください皆さん、黒いキューブが出てきましたよ。いやー、なんだか嫌な予感がしますね。よほほほほほほ。笑ってる場合か。全力でいきますよ。フルパワーでいくぞ。
しだ。合わせろ、止めろ。フランキーキャノン。楽しませてくれよ。準備 OK だ。大丈夫なの？俺は負けねえ。負けるつもりはさらさらねえ。きっちり肩をつけるとするか。全力でいきますよ。この黒刀から逃れる術はないぞ。きっちり肩をつけるとするか。フランキー、ラディカルビーム。よし、行くか。覚悟はいい？雷雲ラッソ！よほほほほ、これはチャンスですね。ええ、オーラが消えているうちにダメージを与えましょう。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、スパンク。見事。ふん、悪く思うな。なかなか楽しめたんじゃねえのか。
俺が。ギアセカンド、ゴムゴムの行けよルフィ、高みレッドホーク。手じゃねえか。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。黒帝ハルメ。まだ終わらねえ。うわあ、黒いキューブだ。力を供給してる。早く止めないと大変なことになりそうね。強えな。ゴムゴムの行けよルフィ、高みレッドホーク。怖くなんてねえぞ。黒帝ハルメ。よほほほ、これはチャンスですね。ええ、オーラが消えているうちにダメージを与えましょう。そうだ。フルパワーでいくぞ。よし、俺様に任せる。そこを動くなよ。ウェポンズレフト。とうとう俺を本気にさせやがったな。仕方ねえ。うっさべゴールデンパンダ。やるじゃねえか。俺が。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。なんて、サバタ。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。力が戻ってくるのが分かるわ。目指すは世界一の大剣豪だ。やったー。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。いい調子だ。俺が万能薬になるんだ。やったー。スーパーパワーアップ。皆さんの勢いに負けてはいられません。消えたわね。でもどうしていきなりキューブが。
あの黒いリムの仕業なんでしょうけど、今までより直接的に仕掛けてくるなんて唐突ね。邪魔したい理由ができたのか。そもそも俺たちをメモリアンに閉じ込めてる理由が全く分かんねえままだからな。もたもたしてねえで先に進むぞ。進まなけりゃ分かるものも分からねえままだ。